こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の画題は春先ね、いろいろなところで目にしますこの黄色い花です。蓮瓊です。私ね、絵を描く前に必ず分類をね、ネットで調べるんですけども、木星科みたいですね。木星科、金木星の木星です。どことなく似てますね。小さなね、黄色い花、花びらは4つ、そして細かくね、たくさん咲きます。枝はね、細長くてね、少し知られてますね。今見ていただいているのは、もしかしたら普通の蓮瓊ではなくて、シナ蓮瓊っていうね、少し直立するタイプの蓮瓊かもしれません。はい、黄色い花ね、細かいんですけども、ちょっとね、それを拡大して、ミクロな、ね、視点で、描いていきたいと思います。材料のご紹介です。一応筆はですね、小筆2本と面相筆1本用意しておきますが、おそらくね、小筆1本で足りると思います。紙は画線紙梅 F4 号サイズですので、半紙の大きさ。絵の具は黄色です。ホルベインの W037 パーマネントイエローディープ、小皿にね、すでに出してあります。そして、青木を濃く吸った濃木です。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。はい、それではね、小筆で枝からいきましょう。水で洗って片面に濃木つけ、濃木のついてない面を下にしてグッグッグッとね、まず上に上がる太いね、枝を先に描いて、徐々に細いね、枝を描きたいと思います。はい、細い枝は重みに耐えかねて知られているという想定です。最初にね、この枝をしっかり描いておくと全体のね、構図が取りやすいです。右側広く開けてありますが、そちらの方にしだれさせて花をいっぱいつけたいと思います。はい、一回この小筆でね、洗って、今度絵の具つけますんでね、水つけて黄色い絵の具溶いて薄い黄色い色水を作ります。この薄い黄色い色水をしっかり染み込ませて、先端にちょんと濃いやつつけて、はい、それで花ですね、下向き、花弁は一つの花4枚、下向きに円錐状っていうんですかね、描きます。まあ、釣り鐘がね、吊り下がってるっていうのかな。他の例えで言うと羽根付きの羽根、お正月のあれが下向きについてるっていうかな。羽根付き最近しないから分かんないですかね。はい、花はね、たくさん鈴なりっていうんですかね、房になってつきますんで、しばらくね、花ばっかりたくさん描きましょう。枝の周りにつきます。まあ、蓮瓊はいろんな種類があってですね、まあ、品種っていうのかな。で、私の見た蓮瓊はこの花が下向き であんまり本当はね、枝しだれてなかったんですよ。ちょっと剪定のしすぎだと思うんですけども、ですけどね、まあ枝が長くあったらこんだけしだれるだろうなと、まあ想像しながらですね、その枝の周りにこう列をなして花をつけてやります。絵の具を筆につけるときは先端にだけね、濃い絵の具をつけてください。で、いよいよね、かすれてきたらまた筆のね、穂の根元に淡い絵の具つけて、先端に濃いの、ね、左側見えてませんけどもね、あ、やっと見えるところを描き始めました。まあ、実際この花はですね、枝が隠れるほどたくさんの花が、まあ、つくんですが、まあ、水墨画ですのでね、枝をしっかり描きたいと思いますね、見えるように。はい、面相筆で一回水で洗って、この水でね、硯の上で中木作ります。水と濃木混ぜて、これで花弊っていうんですけどね、枝と花を結ぶ短い茎を描いていきます。まあ、濃木そのもので描いてもいいんですけども、割と花も枝もね、
繊細ですので硯の上で少し薄めて注目状態にして、そしていろんな濃さでこの花片を描いてください。これ描くことによって花がね、枝からどのように吊る下がってるか、はっきりしますね。はい、もう一回ね、今度小筆で水で洗って、さっきまでね絵の具ついてましたから、またきれいに洗って、今度また墨つけます。はい、先端にちょこんと墨つけて、はい、何を描くかというと、はい、こういう節のところからね、若葉ですね、葉っぱ、これもですね、シナレンギョウっていう品種だと割と花と葉が一緒に出るんですね。で、私の見たっていうかな、いつも散歩コースにあるレンギョウは一緒にね、この若々しい葉っぱも出てますんで、ちょっと描いておきたいと思います。あまりたくさん描くとちょっと花のね良さが損なわれますので、まあ要所要所っていう感じです。はい、だいぶ葉っぱ増えましたね。葉っぱを増やすと今度ね、枝や花も増やしたくなりますんで、バランス見ながらね、いろいろ描き加えていきたいと思います。はい、もう一回ね、小筆で洗って、まあ小筆一本でもね、これでまめに洗いさえすればね、いろんな絵の具も墨も使えるんですけど、まあ普段はね、間違えてしまわないように小筆2つ使って、片っぽは墨を、片っぽは絵の具用っていうふうに、まあ、使い分けるようにしてます。少しね間を埋めるように小枝を増やしてます。これもね、あまり増やしすぎて、せっかくあげた余白がね、埋まってしまわないように、結構どの程度でやめるかっていうのは難しいところですよね。はい、枝を増やしたならば花も増やすと。花はまんべんなくつけるのではなくて、塊としてね、描く。そして、花がないところは、まあ潔く花をつけずに置くというメリハリが必要だと思います。それでどの辺でね終わったらいいのか、なかなか難しいところですが、ちょっと濃いめのね若葉入れて、もうあんまり描かない方がいいですね。描きすぎてで後悔する、そういうこともよくあります。サインをして落款して蓮行の完成です。ワンポイントアドバイスです。枝はところどころ交差させると構図が面白くなります。その時直角ではなく鋭角に交差させましょう。はい、蓮行のね絵が出来上がりました。水墨がね花が咲いてその綺麗な花を描こうね、こういう意識で描いてますんで、どうしてもね花に力が注がれるっていうこと、まあ、これはねこのこと自身間違いではありませんし、それは当然のことなんですけれども、水墨画のね画面の面白みっていうものは得てしてこの枝で出すんですね。枝ぶり、そして葉っぱ、花はねそういう意味ではね添え物かもしれません。枝の面白みを出す一つの要素が、先ほど申し上げましたように交差させるってことですね。こう交差してますよね。これと交差させる、それも直角ではなくて、鋭くね鋭角で交差させる、こういうことをね、繰り返しやっていくと画面が面白くなってくると思います。ぜひねお試しください。
この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方はいいねのクリックお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。